うっす。皆さん、速稼塾の久保です。2月28日はオンライン焼肉、オンライン焼肉で皆さんとお会いできると思います。まあオンライン焼肉なんでね、そんなに来ないとは思うんですけども、しかも焼肉食いながらね、時間を持たせるの結構きついっすよ。きついけど、まあきついことに挑戦するのが我らガチンコ男塾ですからね。まあこのオンライン焼肉会をスタートに、皮切りにですね、これからガチンコ男塾、これをねちょっとやっていこうかなと思います。まあこのガチンコ男塾ってのは、今現代ね、ちょっとこう男性のパワーが弱くなったんじゃないかな、欲望がちょっとおとなしくなったんじゃないかなと、ということで狼とかね、虎とかね、ライオンみたいな、もっとね闘争心のある男をちょっとね、なんかこう作っていきたい、作るってことでもないですけどね、お前どうなんだって言われそうなんですけども、まあまあ気持ちだけでもちょっと高ぶっていこうかなみたいな、そんなことをねミスタイムさんと考えて、ちょっとこうね、カツを入れていこうかなと。まあまず自分自身に勝つ、自分自身にねカツを入れていこうかなということで、2月28日Zoom でね、いつもみたいに焼肉を食いながらなんか適当に食っちゃべるみたいなことをやろうと思います。まあやっぱりね、音がね、体鍛えないとね。で40、50になってきて、やっぱ弱っていっちゃダメだなと思うんですよ。もう一花咲かせようね、それをテーマにちょっとねお届けしたいと思います。まあ若い頃思い出してね、やっぱ生きがってる自分が心の中にいるでしょね、そんな40代50代待ってます。よろしくお願いします。うっす。